はい、YouTube をご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。帽子おやじです。よろしくお願いします。あ、この番組はですね、当店取り扱いの帽子を、まあ、紹介していくわけなんですけども、まあ、ネットで買う前に、ちょっとでも参考になればなと思って、毎週土曜日に配信してる番組になります。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そうなんです、最近ちょっと番組の方向性を見失ってたところがあったんで、まあどんなチャンネルかっていうのをちょっと今自己紹介みたいな感じで紹介させていただきました。本日もよろしくお願いします。司会進行を務めます帽子おやじです。帽子おやじです。はい、本日はですね、まあ秋物がお店にちょこちょこ入っては来ているんですけども、その中でもまあ去年も店頭には並んでたんですけども、ニューエラさんのニット帽ですね、去年の秋にも入っては来てたんですけど、今年もまた入荷がありました。価格は3960円、ニット帽にしてはまあそこそこのお値段にはなっております。まあ、ニューエラのホームページを見ますと、正式名称、リブカフニットイタリアンウォッシュ、こちらネイビーで、全部で4色ございまして、こちらがベージュですね。と、ベーシックな、一応こちらが、まあ、グレーっぽく見えるんですけど、分類で言うと、まあ、黒になりますね。で、最後に、差し色の、ワインレッド。ちょっと薄め。まあ、生地感もあるのかな。ウォッシュ、かかってるんで、若干、このフェード感のある、ちょっと汗たような、お色になっております。よいしょ。で、商品説明、まあ、ホームページの説明を丸まま読まさせていただきますと、染色した糸を使用し、ウォッシュ加工を施したシリーズ、顔料でプリントし、すぐにウォッシュ加工を施す。イタリアの染色技法を参考にデザインしました。肉厚なリブ仕様がフェード感のある風合いを引き立てています。と、まあ、ここまでは、まあ、ネットで、まあ、どうにか、まあ、わかる内容なんですけども、今から、ちょっと帽子親父なりの、こちらの帽子の、まあ、魅力を、ちょっとだけですけどね、紹介していきたいと思います。はい。まずネットで伝わりにくい情報、まあ被り心地ですね。まあこちらもまあ帽子おやじの感覚にはなるんですけどもね、一応向き、ニット帽の向きっていうのは一つよくお客様から聞かれることなんですけども、まあこうやってリブの縁、まあ帽子の縁をずっと触っていくと一箇所ボーボコってなるところがあるんで、こちらがまあ、だいたい後ろでいいかなと思いますね。まあ、網目というか、継ぎ目と言いますか。で、それを後ろにして被ってみますと、マークが左に来ますね。こちらのニューエラさんのマークは左にして被る帽子になります。まあ、あくまで作りの面でというか、作り的にこれが左っていうわけで、まあ、マークを斜め前とか真ん前とか、まあ、そこはお好みで被っていただければいいと思います。はい。こちら今被ると、まあ、程よく締め付けがあって、まあ、飛びにくいような、まあ、しっかりとした被り心地ですね。うん。で、ここが一番ポイントなんですけども、ちょっともう一回やりますね。この状態。で、被ってないこの状態。で、何が一番ポイントかと言いますと、ここです。
ここの線ですね。かぶるとニットがちょっと広がって、この帽子は線がすごくくっきり出る帽子なんですよね。でこれってネットの画像だともちろんかぶって写真を撮ってないのでこんな感じで写ってると思うんですけど、伸ばすとこのストライプというかボーダーというかこちらの線が非常にくっきりよく出る商品となっております。でベージュもかぶってみますね。よいしょ。継ぎ目を後ろにしてベージュはこんな感じでございます。こちらも非常に線が太くくっきり出ますね。このかぶる前とかぶった後すごく違いが出る帽子なんですよね。こういう帽子は帽子親父的にもベリーグッドな商品だと思いますね。ただまあちょっと柄物が苦手だっておっしゃる方にはもしかしたらちょっとこれストライプ柄に見えてしまうのでちょっと敬遠される方多いかもしれないので、まあネットで買う前にはお気をつけください。こちらはワインレッドになります。で素材は本体綿 100% 手洗い OK の商品ですね。三浦さんって結構洗えないもの多いんですけども、こちらは手洗い OK の商品となっております。もう一度商品名紹介します。はい、今回紹介しましたのはリブカフニットイタリアンウォッシュネイビーベージュブラックワインレッド。ネットで買う前の参考にしてみてください。本日もありがとうございます。帽子おやじでした。またねー。